皆さんこんにちは。地元を歩こうお気軽ウォーキングの時間です。皆さんはウォーキングマップをご存知ですか？ウォーキングマップとは、誰でも気軽に楽しくウォーキングができるよう、市民の皆さんの身近な場所の見どころポイントを載せたマップです。市内の各地区ごとにあるウォーキングマップは、健康づくりを身近な地域の中に広めていく活動を行うボランティアの健康づくり推進員、食生活改善推進員の皆さんが中心となって作成しました。さて、今回はどの地区を紹介してくれるのでしょうか？はい、今回は姿川地区に来ています。そしてこちらがウォーキングマップを紹介してくださる姿川地区健康づくり推進委員会、姿川地区食生活改善推進員協議会会長の曽川俊之さんと推進員の皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介していただくのはどんなコースなんですか？はい、今日のコースはですね、鶴田川のせせらぎを聞きながら、花や鳥を眺め、自然豊かな、田園地帯を通るコースでございます。また、途中には数多くの古墳や名所旧跡がございますので、そちらも見ることができます。歩き始める前に自分で体調をチェックし、もし少しでもおかしいと感じたら、その日は無理をしないようにしましょう。ウォーキングをするときの服装は、体が自由に動かせて楽に歩けるもの、そして体温調節をしやすいものを選びましょう。また靴は膝や足の関節に負担のかからないもので、つま先部分に余裕があり、窮屈でないものを選びましょう。服装もバッチリ、靴も負担のかからない履きやすいものを準備してきました。それでは早速出発しましょう。曽川さん、いよいよ出発ですね。はい、そうです、はいはい。もうこちらは何という川ですか？これが鶴田川っていいまして、はい、姿川地区を南北に走っております。へ、流れております。で、もう少し暖くなりますと、はい、ここに鴨が、鴨、あ、鴨、あ、いました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 、鴨ですね、鴨。姿川は結構ね、そういう点では恵まれてるんですよ、はい、他の地区はね、なかなかこういう自然に恵まれたところが少ないということで、はい、まあ、憩いの散歩コースになっておりますね。はい、やっぱり年々参加者が増えてきたもんですから、余計気を使っております。はい、以前はね、20名ぐらいだったんですが、はい、最近多い時には60名ぐらい。60名、多いですね。だからそういうことなんで、もう十分に配慮しないと、はい、万が一のことも考えて、はい、そういった曽川さんの日頃のこう気遣いがまあね、はい、皆さんに喜んでもらえることが大事なもんですから、また皆さんの喜んでくれるね、顔を見るのが私一番大好きなもんですから、別に苦労とは思ってませんので。ウォーキングを続けると、ストレスの解消や脳の活性化に効果があります。また体の力を抜いてリラックスして歩きましょう。曽川さん、これは大きな道に出てきましたね。これはね、はい、宇都宮環状線です。環状線、はい、はい、結構交通量多いですね。ここはね、特にここの姿川地区の場合は、はい、かなり交通量多い。だから歩道のところを気をつけて、はい、信号が変わってから渡るように。はい、この辺とかですね、本当開けてて、こう、はいはい、周りがずっと見渡せる景色ですよね。うんうんうん、はい、そうですね。あ、これが中霊塔ですね。あ、こちらが中霊塔、はいはい。これはですね、戊辰
の駅以降、はい、太平洋戦争までの戦死者を祀っている修霊堂でございます、はい。毎年3月の中旬に、はい、姿が地区市民センターで慰霊祭をやりまして、はい、その後バスでここに遺族の方をお連れしまして、ここで修霊堂にお花を差し上げると掲げるということでやっております。うん、こういった地を大切にしていかないといけませんよね。そうですね、本当。こうビルとかそういった殺伐とした風景よりかは、そうですね、こういった田園風景が、うんうん、他の地区の方々も、はい、うちのウォーキングこう体験に来てるんですが、はい、いいですねっていうことでいつも言われます。確かにいいですね、うん、なんか空気が澄んでるといいますか、ね、そうですね、美味しい感じがしますね、はい。綺麗、戸上神社ですね。これは前はね、愛宕社っていう神社が建ってましたけども、はい、明治44年に星の宮神社っていうのをこちらに移しまして、それから戸上神社っていう名前に変わったそうです。古墳はその、はい、神社の 裏手にあるんですよ。だからちょっと、正面から 見づらいんですが、はい、一応円墳というか円墳 で、はい、で珍しく下の方に穴が開いてまして、一人一人がやっと入れるぐらいの古墳です。ウォーキングを続けると生活習慣病の予防に効果があります。またウォーキングを続けると心肺機能の向上や筋力低下の防止に効果があります。このコース、うん、一度歩いたら癖になりますね。そうですよね、はいはいはい、腹回り緑回りね、うん、次のポイントは、どちらですか。ね、はい、東福寺でございます。東福寺さん、はい、はい、じゃあ撮りましょう。はい、こちらが、はい、左手が東福寺でございます。あ、広いですね。広いですね、はい、素敵。もうね、花と緑があって、そうですね、素晴らしいお寺さんなんですよ。東福寺はですね、はい、天台宗のお寺でございます。はい、お盆とか秋のお瀬垣絵には、はい、参拝者の方が、お見えになりまして大変賑わっております。玄関のところには、山門のところには六地蔵がありまして、はい、まあ、本当に花と緑と豊かな静かなお寺でございます。でもこういった風にウォーキングをしないとこういった場所を知ることができなくて、そうですね、だからほとんど皆さんがね、はい、こういう場所を知らない、だから、うん、ぜひ皆さんに知ってもらいたいと思ってます。うん、ですね、私もこうこちらのコースを歩いて、はい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 、こういった場所があるんだなっていうのことを知ることができたので、うんうんうん、とても貴重な体験になったなと思いますね。やっぱウォーキングっていいですね。いいですね、本当に、はい、薬を飲むのは歩けって言うんですよね。そういうふうに言ってますので、歩くことがまず一番大事ですね。私もはっきり言いまして、戸上神社から東福寺なんて知らなかったもんですから、初めて知ったってことで、だからやってみてよかったな。でやっぱりこういう自然があるんだよってことを皆さんにぜひお勧めしたいと思ってます。ここは広い道路に出てきますね、はい、また先ほど通りました、はい、宇都宮環状線でございます。はい、でこちらは右ですか。右です。はい、はい、
いよいよ、はい、姿が美しい民センターに、はい、またあの鶴田が沿いを歩いていきますので、はい、曽川さん、あちらに見える建物もしかして あれが、出発しました、はい、姿が地区市民センターでございます。もう到着ですね。もう到着です。あ、はい、早いですね。早い。なんかあっという間に来て、そのあっという間の時間の中でもこう自然に触れる、ね、ことができるっていう、結構中身の濃 いね、コースですよね。そうです ね思った以上にね、はい、4キロ足らずですが、はい、思った以上に中身は濃かったと思いますよ、うん、はい、いいですね。だからここが姿川のいいところなんです。いいとこですね、うん、本当、はいはい、スタート地点に戻ってきました。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回自然豊かなコースを歩くことができて、とても清々しい気持ちでウォーキングができました。また姿川地区の歴史に触れることもできてとても良かったです。曽川さん、はい、改めて今回のコースについて教えていただけますか。はい、今回のコースは、はい、これからウォーキングを始める人たちが、楽しめる、優しいコースですので、ね、ぜひ参加してください。でこの他に4コース6キロから9キロのコースがございます。毎週木曜日午前9時50分に姿川地区市民センターに集まってウォーキングをやっております。ウォーキングには健脚組、普通組、マイペース組のグループがございまして、それぞれに推進の方がついていますので安心してご参加ください。お待ちしております。皆さんもぜひ健康維持のためにウォーキングマップを活用してみてはいかがでしょうか。曽川さん、推進員の皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した姿川地区をはじめ宇都宮市のホームページでは各地域のウォーキングマップを見ることができます。その地域ならではの魅力に触れながら、健康づくりのため家族や仲間と一緒に楽しく参加してみませんか。もちろん一人でも気軽に参加できますよ。ウォーキングマップについて詳しくは市健康増進課までお問い合わせください。